はい、どうもリケです。ルミです。対応して油シーフタブラです。お願いします。はい、ということで本日は何ですか早いな食い気味なんだけどな今日は、はい、ドラクエウォークドラクエの日記念装備ガチャやってまいりました。やってまいりました。5月27日、はい、ドラクエの日です。ってことでね、はい、この記念したガチャが出ましたね。出ましたね。ドラクエ38周年ですから。38周年なんだ。すごいよね。はいやー。ってことでね、ゲーム内でね、かなりね、うん、まあいろいろと記念したね、イベントとか、はいはいはい、とうとうやってるんですけども、はいはい、新しいガチャが来たということなんで、来ましたよ。今日はそれをね、引いていきたいと思います。はい、妻絶対当てます武器ね。何連やるんですか今日はね、まあ引けるだけちょっと引いていこうかなっていう気がします。あのね、今回のこれね、闇を払う光の体験、いいね。これめちゃくちゃ強い。めちゃくちゃ強い。体験一本も持ってない夫にね、負けるわけがないんだ私が今回のイベント主人公が、うん、あのキャラクター変わるんだけど、その時につけられる武器が両手剣しかつけられないんだけど、俺初めて今回そのハイフルもらったんだけど、説明が来たの。両手剣はあの両手で持つことによって盾は装備できなくなりますが攻撃力高くなりますよみたいな説明があるんだけど、初めてその説明で説明来たのだから僕はね、絶対今回両手剣欲しいんで当てます。でね、今回ね、装備がねこんな感じね、タイプ1タイプ2ってあって、まあ男性と女性であります。まあそんな感じだね。かっこいいね。いいなぁ。なぁ、私は今回剣意がいりませんよ。本当。俺はもうね、なんならこれ全身欲しいぐらい。本当？強い。体験だけください。両手剣だけください。それ以外大丈夫です。大丈夫ですか？それ以外全部夫にあげます。くれんの？まあ私はでも体験出たらおしまい。龍剣は全部。行こうかなぁ。いいですね。ただね、まあまだね、ドラクエの日のイベントは始まったばっかなんで。ちょっとね、はあはあ、ビビりながら。あ、ビビってんだよ。ビビってるやついるうるせえ、ね、うるせえ。じゃあ早速いきましょうか、まずね、この福引き剣でね、福引き剣軽くあの10連一発でぶち当てていこう。ウォーミングアップですかね、皆さん。ウォーミングアップなんで、皆さん、ね、あとぶち当てていきます。僕はあと20秒ぐらいでスキップしても大丈夫です。あの、ね、一番気合い入れていこう。いきます。あ、はい。ふぅーキネマン。あ、これ。ちょ、ケタも失敗してるよ。ピッピッピッ。おい、ナイスコック。来た。はい。え、サムリコック。スライチ。はぁ。はぁ。おい、無事に。待って、前回やった。こんな流れ前回やった。大丈夫。見てるよ。大丈夫。俺今ね、出すから。ここで終わらせます。一発です。開始3分で終わる。開始3分で終わる。動画終わった。闇を払う光の体験。はい。スピーダー盾。盾スピーダーって誰？違うね。あのね、これはね、去年のドラクエの日の盾。去年ラミアスの時の盾ですね。まあ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 、もう一回から、ここで確定出します。はい、いきますよ、光を払う。光を払っちゃうな。闇を払う。何悪役サイド言ってんだよ。闇払って。闇を払う光の体験。はい。うわぁ、売れた。フォルモだ。すごいすごい、景気いい、景気いい。伝説。伝説だ。わかんない。伝説ミュージャーそうだけどさ。やっと出た。出た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 。よし。いやでもここのスラミ取りましたよ。来ました来ました。来た来た会見に。いいじゃん、景気一発。景気いいじゃん、景気一発。ここからガンガン攻めていきたいんで。はい。次はこちらのガチャを引きます。星々装備1枠確定が中。そうなんだよね、これね、優勝ジェム1000個で引けるんだけど、まあちょうどね、優勝ジェム。持ってます。1000個あるんで。はい、持ってます。これをまず引いて、星5確定だから。はい。ここで出します。はい。はい、これですね。闇払う光の体験。はい、闇払う光の体験です。皆さんご賞味ください。いきますよ。闇払う光の体験。来たわ。ほっ。もう20オーラ。そして。で、本日はご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。いや、出たね。出ちゃったじゃん。出ちゃった。もし出ないじゃん。違う、ここはあれだわ、
タイトルあれです。もうブーソって出してます。ごめん。タイトルネタバレしないけど。タイトルネタバレなんで。タイトルネタしないけど。すごっ。最速じゃん。やばい。多分動画史上最速で。もう終わった終わった。あともう上半身だけでいいでしょ。いや。もう一回ありますから。あ、もう一回あります、ね。俺個人的に今回のガチャは全身って言ったけど、盾も欲しいのよ。いきますよ。せーの、盾。お、頭。え？本当に下半身崩したかもしれない。え？伝説。頭出て、もう半身だけじゃん。ちょっと待って、今回すごくない？補正が3個出て、頭と胴と剣で、やばくない？これちょっとスクショするわ。ってことでご視聴ありがとうございます。いやすごくない？私今ドン引きしてるもん。ちょっとやばい、俺も焦ってるもん。なんだ、私が出ちゃって音だけでなくていいとかやるつもりだったんで、もう引いてんもん。やばいすごっ。もうこのままマジで言うと、前回の女王の爪っていうガチャがあったんですけど、俺それ、ね、結構頑張ったんだけど、ダメだったね。頭しか出てこなかった。私も頭しか出てこなかった。やばくない？オッケー、ちょっととりあえずどうします。僕もうとりあえず念願の武器をもうゲットしたんで、もういいよやんなくて。とりあえず一旦俺はいいや。テイストして、この出てる流れをテイスト。あ、テイってね、テイテイね。ステステステイね。ステイストじゃない。テイストじゃない。テイスト。なんでこのね流れを持って、はい、私ですか。ルーミンに投げましょう。今日ケタモン先生絶好調だからね。もう汗だくなんですけど。パトパパさん。じゃあルーミンさんお願いします。わかりました。ってことで私はですね、なぜか福引券300枚持ってしまった。すごいよね。とりあえずまあ体験をね、私は体験全部持ってるんで、もうバシッとね、うん、星5ほぼ持ってる。星5の体験は全部持ってる。そう X で星5ほぼ持ってるわって言ったんだけど、うん、その後気になったから調べたら、うん、マグロみたいな。これとマグロとこれ忘れてた。麻雀のやつ忘れてた。そう忘れてたけど、それ持ってないけど、でも星5は持ってるから。そうだね、うん、頑張ってください。じゃあ当てますね。読み払う怒り体験見せてくださいよ。いきますよ。はい、キドン、これいきますよ。まあ私のケタもちょっとアップ必要なんで。そうですね、今日闇を払う光の体験の掛け声でいけたんで、うん、その掛け声でいこう。言って、私ケタも言うから。わかりました、俺が言う、うん、いきますよ。いや、じゃあ20連目です。闇払う光の体験。キャーン、来たんじゃない？これは来ましたよ。お、来ました。闇払う。3回来たよ。はい。お、マジで1個来て、一発目で来た。おめでとう。体験来ました。はい。こちらです。光の高さ。一瞬この棒状ちょっと怪しい。ちっちゃい。ちっちゃい。短い。ちっちゃい。短い。タックと。いきますよ。30年目です。掛け声いる？お願いします。いきますよ。闇払う光の体験。キドン。お願いしますよ。あ、来てますね、これは。来てるね。来てるよ。見える。見える。見えた。大丈夫、私、私も優勝ゼミあるんで。そう。優勝ゼミがあるんで。優勝ゼミもね。星5確定いきましょう。優勝ゼミいきましょう。星5装備、一旦確定ということで、闇払い光の体験確定です。ケタモンさん、お願いしますよ。いきますよ。いきますよ。闇払う光の体験。ケタモン。来い。お。はい。よっしゃー。なんでスラミチ来ないのかな。なんかね、来たな。心のスラミチが入ったね。大丈夫、見えますよ。信じましょう。体験だけあればいいんですか、私は。これですよ、これですよ、はい、体験だけあればいい、ね、私はイメージして。闇払い光の体験だけ当たればいいですよ。せーの、おはーい、てん、おぉ、体験マジで出ました、出ましたよ。ここにあるんでしょうけど、出ました。今回皆さん絶対優勝するやったら、いや優勝なんで絶対やめて。優勝する絶対やめてください。いや、出てんじゃん。すごくない？いや、すごいよ。いや、すごいよ。優勝全部で出たじゃん。優勝全部で出たじゃん。こんな優勝全部やったのに。やっぱ優勝って言えない。先にここに大きくテロップ書いておいて、絶対に責任はあるで。絶対にないし、責任も負えないんだけど。ですけど。やった方がいいんじゃないかな。やっぱね、優勝はすごいな。優勝戦余ってとかいたらやった方がいいと思う。優勝使えば優勝だよ。出たよ。あれ、え、ちょっと着替えてきてよ。あ、ちょっと着替えるか。お着替え完了しました。ふんどしできました。ふんどし。ふんどし腰下か。かっこいいじゃん。お、後ろ見たらほら、あ、見え、ちょっと生足が見える。若干生足見えてる。シャキーふんどし、かっこいいじゃん。
これあれでしょ、ラダトームのさ、見た目装備ある。ああ、そう、ほんと多少は、あ、ほらほら、多少はね、多少、ほんとなんか若干浮いてるけど、若干浮いてるな。はいはいはい、いいじゃん、わりかしいいじゃん、わりかしいいじゃん、下半身当たってなくても。いやでもね、今回結構その装備もね、ちゃんと強いですから。まあじゃあここまで出たんだ、うん、下半身も当てて、やっぱ全身で、立て足な、全身でもう一回やろうかな。やった方がいいと思う。最後にいっぱい一回やって、うん、最後一回ね、うん、この最後の10連で、うん、下半身出して終わらせましょう、うん、私は40連合計で引いたけど、あなた20連だからね、まだ。そうだわ、じゃあ行きましょう、下半身当てましょうよ。さすがにこれね、もうちょっと決めたいですから、行きましょう。いやー、いい、それでは皆さんご勝負ください。闇は何だ、闇は何だ、なんだっけ、伝説の勇者の、伝説の勇者の下半身、下半身来た、下半身、下半身、はい、下半身、はい、下半身、下半身、はい、しょっぱいね。じゃあ、さっきケダモンタイミング遅かったから、あ、すいません、ケダモンも合わせてください。闇なんかもう一回言って、伝説の勇者の、闇払う光の体験でさっき来てるから、星子がもうその流れでいこう、闇払う光の体験、ケダモン、これよ、この掛け声ね、皆さん忘れないでね、これ、ケダモンこれ来てるよ、これ来てるよ。ちょっとケダモンつく、多分ね、もう運がね、払われた、ケダモンつくもういなくなった、運払われました。もう体験2本出たからいいでしょ、もういいでしょ、出たからいいでしょって言われた、終わった、終わったね。ちょっと今日のセラミちゃん営業終了って、営業終了しましたね、お疲れ様です、はい、じゃあ、あっさり当たったね、あっさり当たった、こんなことあるんだね、今までのガチャ動画で一番短かった、うん、最速で今回の時はほんと強いから、本当に強いらしい、まあ、俺もそうだけど、当然ルーミンもね、もう二人で出したいなぐらい思ってるんですけど、はい、そうですもう見事出したね、出した、もう体験コレクターさすが、ね、満足。いや俺初めての体験だからね、ね、よかった、初めての体験は4本目の体験ですから、そうですよ。いやこれでじゃあな、確定直撃やって、確定直撃ね、いや、いいね、系統 1.4 倍やって、いや楽しいね、楽しく、いろいろ楽になるだろうね、ね、ということで皆さんもね、ぜひこのガチャやってみてください。はい、ドラケンウォークのこのドラケンの日のイベントはね、うん、始まったばっかで、結構ね、長い時間やるんで、うん、もしね、まだやったことないということもね、ぜひこれを機会に、そうね、いい機会だと思います。これを機にぜひドラクエ始めていただいてもいいと思います、はい、思います。ということでね、皆さんもね、ガチャ頑張ってください、ガチャ頑張ってください。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。はい、またチャンネル登録者1000人目指します、応援よろしくお願いします。動画毎日夜8時に更新しますので見てね。それではまた次回でお会いしましょう。龍拳とルミンでした、お疲れ様でーす。かわいい。